たが見つめる横顔は遠くあの子を見つめている苦しいでしょ痛いほどわかる私も同じだから恋の相談でもいいのそばにいられるなら私は友達話してくれるけど違うんだ分かってよ息するたびあなたに恋してるビジネスクズということでございまして先輩のスパローズの T シャツを着てお送りしておりますてっちゃんでございますけれどもさあ、今ですね、放送あここから放送後期でございますラジオ本編の収録終わったところでございますが引き続きゲストシンガールのこの方にも残っていただいておりますパーン中村千尋です、うん、ほらどう皆さんこの可愛さいやもう本当にいや手ぶれしてるぐらいがちょうどいいあそうなんですねそんな しないです今のやつはしないんですみんなしないんです手ぶれを久しぶりに聞きましたね手ぶれをはい、今回ゲスト来ていただきましたけどもどうでございましたかいやー面白かったですね本当に、うん、なんか競馬の話しかしてなかったイメージありますけど私はすごい楽しかったですよあそういうことですねそういうことですねこれでいいのかっていうのはありますけどでもね今回ですよその音源もそうですけど、鉄板ソングでやっていただいたのもそうですけど、結構あまりその出てない世に出てない曲をやっていただいてそうですね今結構そういう感じなんですかこれから新しいのをどんどん作っていこうっていうモードなんですか中村チーム自体そうですねもう今新しいものをたくさん作り出してやっていこうっていう2013年、はい、あ結構じゃあ今そういうこれから中村チームソロでなんか改めて頑張るぜっていう感じなんですねそうですね、はいいや曲もいっぱいできてきてるので、うん、どんどん歌っていこうっていうなるほどね、はい、ただ現状決まってないってことですねそうですねそうですね、うん、はいわかりましたもうこれはぜひジージーでまたねあの、はい、頻繁に出ていただいてあのホームにしていただければ嬉しいですいやホームですよまあたまたまたいいですよねホームは府中でしょでもあそっかな